今週も始まりました社長どうでしょう。ホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明則です。30分間よろしくお付き合いください。今回は兵庫県西宮市にある株式会社同志代表取締役の清水明光社長をお招きしてお話を伺いたいと思います。清水社長は法人向けブランディング、ブランディング講座、そのコミュニティの主催などに取り組まれています。今日はその清水社長に登場していただき、お仕事への思いやその人柄に触れていきたいと思います。それでは CM の後早速ご登場いただきます。社長どうでしょう。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生器。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。本日は株式会社同志代表取締役の清水明光社長にお越しいただいております。社長本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずこちらの、株式会社同志という会社なんですけれども、どういった業務を、先ほどブランディングという言葉をちょっと出させていただいたんですけれども、ざっくりとで結構ですので、どういった業務内容なのか教えていただけますでしょうか。例えば、新しい商品を作りたいという企業さんの、商品ブランディング、をしたりですとか、新しく法人立てたいなという企業さんの、どんな社名にして、どんなロゴにして、どんな風なサービスをどう展開していこうっていうような、仕組みを考えていったりですとか、その企業さんやそのサービスがですね、その人たちが欲しいお客さんにどういう風にしたら選ばれ続けるだろうかっていうコミュニケーション等の、仕組みを作って、サービスとしてご提供しているっていう、そういう会社になります。なるほどです、ありがとうございます。もう一言でブランディングと言いましても、そういった多岐にわたったそうです、ね、ご提案であったりだとか取り組みなんかをされる、もう本当に全てにおいてやってます。例えばもう本当に社員さんがどうしたらこの会社に居続けたいと思うだろうかとか、そういうようなところから、もう本当にご相談事項は全部なるほどですね、すごい。なるほど。で、これが、ブランディングということなんですけれども、そのこういったお仕事にたどり着かれるまでの経緯と申しますか、これ実はあれですよね、前職があって、さらにその前の前職、学校出られて一番最初にお勤めされたところっていうのはどういったところなんですか。医療機器の営業という、医療機器メーカーで営業するって全然全く畑、医療機器メーカー全く畑違いなことをやってましたね。その商品 PR というか、この商品をいろんな病院に売ってきてねっていう、簡単に言うと注射器を持たされて、いろんな企業さんに回って、企業というか病院に回って、サンプル使ってもらって買ってもらうみたいな、そんなことをずっと 3,4 年間してました。なるほど、商品プロモーションみたいな形ですよね。プロモーションっていうとかっこいいですけど、プロモーションじゃなくて本当にもうどさまり営業ですね。なるほど。病院に向けての、そこからご契約まで、そうですね、話を進めていくというふうな、はい、この会社を選ばれたのは特に何か理由っていうのはあったんですか。恥ずかしい話なんですけど、大学時代、自由を謳歌しすぎまして、僕も謳歌しました。大学楽しいですよね。で、社会人になる、仕事をするっていうのが、もうなんか自由を奪われるからもう絶対したくないみたいな形で、本当そうでした。そうですよね。本当嫌でしたよね。もう仕事に対するモチベーションは多分もう底辺中の底辺みたいな若い時ってね、みんなそんな感じですよね。そんなところから僕は、こう仕事と向き合い始めたので、もうとりあえずなんかもう入れるところどこでもいいと、で、入ったところで仕事をし始めて、なんか自分にとっての仕事みたいのが見つかるんじゃないみたいな感じで、一番最初は本当にね、医療業界を受ける友人が周りに多くて、
その人の履歴書を見ながら書き写してそれで面接受けるみたいな、そんな超絶ダメダメ野郎で、あ、就職試験の時ですよね。そうですね。あ、なるほど、はい、な感じでもう入ったんで、うん、まあ、とりあえず A でどっかに入ってしまわれて、そうですね、でそれが、まあ、その後広告業界の方にその移転されるというか、移動されるっていうことなんですけども、はい、何かそれはあのなんていうか、この業界がなんか自分が行ってみたいなって思われたきっかけみたいなのが、そうですね、まあ、まずそもそもその物をすでに既製品の、まあ、商品を持って回るっていうことがちょっと自分の中で、はい、もう合わないな、自分の仕事に合わないな、しんどいなっていうのがあって、でなんか自分自身が選ばれている気がしない、あ、うん、商品が選ばれてるよねみたいな気になっていたので、自分自身が選ばれるような仕事をしたいなっていうのがきっかけですね。なるほど、人間ってでも分かんないですね、はい、そこでそういったモチベーションが、そうですね、はい、なので自分一番最初にこの業界に入ったのはコピーライターだったんですけれども、はい、まあ、自分があの昔からちょっと書くことには、はい、あのまあ、自信があったというか、あの人よりもいい文章を書くねとか、はい、いい言葉書くねって褒められてたっていう経緯もあったので、はい、うん、その自分の書いたもので、まあ、あのあなたに頼みたいですっていうふうに、まあ、僕自身が選ばれるようなそんな仕事がしたいなと思って、なるほどです、はい、コピーライターっていうです、そのご自身の作品というか、そうですね、わ、ね、かります、なるほどですね、それがなんと医療機器メーカーにいるときに、はい、そう気づかれたという、はい、そうですね、もう医療機器メーカーにいながら、なんかしんどい、なんか違うって、やっぱり3年間かかりました。違和感大事ですよね。そうですね、その違和感であったり、その中で生まれたこう自分のモチベーションなりっていうことを、そうですね、その次の、まあ、広告業界というところで発揮されていくわけなんですけれども、はいはい、こちらは広告業界とは言ってもあの広いと思うんですけど、はいはいはい、どういった業務をされるようになったんですか。はい、まあ、僕が入ったのは広告代理店に入りまして、はいはい、一番最初に入ったのはそこのクリエイティブ局っていう、クリエイティブ局、はい、広告表現を作る部署に入りました。なるほど、はい、で肩書きはさっきも言いましたようにコピーライターとして入って、はい、うん、まあ、いろんな企業さんの、まあ、ポスターとか、はい、まあ、テレビ CM とかのこうキャッチコピーとかタグラインとかを書くところから仕事がスタートしていって、はい、であとはまあ本当にチラシを作ったりとか、はい、そういった平面のデザインなんかも、そうですね、あ、やられたんですね、はい、はい、はウェブサイトを作ったりとか、いろいろそういう制作物をいろいろ作らせてもらって、はい、まあ、6年半ですね、はい、広告表現をずっと作っていたというそんなところからですね。あ、なるほど、その、まあ、言ったら広告のクリエイティブの部分を全て要はその時期にやられたという、はい、そうですね、はい、そして徐々にこれはあれですか、その、まあ、どういったその打ち出し方というか、まあ、デザインであったり文言だったりっていうものをどういう方面に発信していく、まあ、媒体ですよね、っていうふうなところもやられたりはされたんですか。6年半経った時に、はい、部署異動になりまして、はい、でそれの時に営業っていうあの立場になったんですけど、まあ、その広告代理店の営業っていう立場で、はい、まあ、あのお客様 の、はい、まあ、あの商品がどういうふうにしたら、うん、その先の消費者の方に選ばれるだろうかっていうのを、まあ、全部戦略まで作るっていうそういう役割を担ったもので、はい、はい、その時にどんなメディアでじゃあコミュニケーションしていったらいいかなですとか、はいはい、まあ、どういう表現にしていったらいいかなとか、まあ、あの何回ぐらいアクションしていったらいいかなとか、あと、まあ、媒体だけじゃなくてじゃあこんな時にはプレゼントキャンペーンやってみようとか、あ、なるほど、キャンペーンなんかも、うん、イベントもやってみようとか、そういうようないろいろトータルで、トータルで、そう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 ですね、媒体だけでもなくイベントもなくですね、そういうのを結構、まあ、それもまた6年半やったんですけど、そうなんですね、はいはい、そんなのをいろいろやったり、なんかちょっとここでお話しいただけるような例とかってございますか。ね、はい、僕が一番ちょっと楽しかった仕事みたいな形でお話しすると、はいはい、あのグリコさんのプッチンプリン、
あ、プチブリ、はい、はい、してますよね。大好きです、プリン大好きです、はい、の仕事がすごく楽しい仕事として記憶に残ってて、あのプッチンプリンを凍らせて食べようっていう、はい、凍らせ、はいはい、食べたことありますか。いや、凍らせたことないです、はい、やってみてください。めちゃくちゃ美味しいんですよ。そうなんですね。あのね、もっちりした感じの食感になって、まあ、ぜひちょっと見てみてください、はい、皆さんもね。それはなぜ凍らせるようっていう、はい、あの夏になると、はい、あのプリンって、まあ、まったりして、はい、ちょっとあまりこう売り上げが下がるっていうのがありまして。あ、そうなんですね、うん、で夏にもなんとかしてもうちょっとプッチンプリンの売り上げを上げたいっていう、すごい、そうですね、うん、あのグリコさんの思いがあって、でそしたらプッチンプリンを凍らせると美味しいっていう、なるほど、はい、なんかあの消費者の方からのこう意見とかを見て、 あったんですね、うん、じゃあちょっとこれでプロモーションやってみようっていう形でグリコさんからちょっとそれをどういうふうに広げていいか、あの相談したいんだけどって言っていただいて。なるほどです、はい、これがこのキャンペーンの様子というか、あ、展示物ですよね。あのこれが、はい、まあ、新宿で、はい、イベントをやった時の、まあ、はい、イベントの図だったですね。なるほどです、うん、はい、そうですね、こんな感じで、はい、これは場所はどこですか。あ、新宿 の、丸の内線を出たところの、はい、はい、ところで、これ本当にね、プッチンプリンを凍らして配るっていうだけのイベントなんですけど、1時間待ち、え、人がずらって並んじゃって、うわ、大好評です、ね、大好評って言ったら、お客さんからは大好評ですけど、僕らがしたら大混乱ですね。あ、そうか、100人待ちですもんね。人様がもうこっちにこう並んでくださいだろうなんだろう。え、で凍らせたのもちょっとこれ見ていただくと美味しそうですよね。美味しいです、はい、これもぜひですね、一回やってみていただければ嬉しいです、ね、本当にそうですよね、うんうん、なるほど。あ、こういうことを要はトータルでというか。そうですね、はい、まあ、だからイベントもやりましたし、はい、あと交通広告みたいなこともやったり、交通広告も、はい、ウェブサイト、雑誌、はい、あと店頭のツール作ったり、なるほど、はい、みたいな。そうか、店頭に至るまでっていうことなんですね。いろいろやるっていうのが、まあ、なるほど、なるほど、やってたことですね。いや、すごい面白いお仕事ですね。そうですね、結構面白かったです、ね、で、こういったことを要はその、まあ、広告代理店の中でやられていて、はい、なぜその独立しようっていうところになられたんですか。はい、それで言うと、もう、はい、大きなもう2つ理由、2つありまして、はいはい、で、1つはですね、はい、やっぱりまあ、いい関係で向き合って仕事をしているお客様であっても、なんか部署移動とかになってしまったりすると、はい、なんか一緒にお仕事ができなくなってしまうみたいな、あ、そのクライアントさんとの結びつきみたいな、そうですね、いうのがあって、やっぱりちょっとなんだろう、それってやっぱり会社と会社が向き合ってる感じだよなっていうふうに思って、はい、なんか、はい、もっと人と人の向き合い方したいなっていうのが結構強く思ってたので、か、はい、仲間だと思ってたチームが要はその会社 の、 その季節ごとのあれで変わってしまって、うん、ね、こっちも変わりあっちも変わりっていう、そうです、ね、仲間じゃなかったのかようじゃないですけど、まあ、まあ、仲間だったのにはって言って別れちゃう悲しさみたいなのもあって、うん、まあ、そういうことがなく、うん、もうずっと一緒に働き続ける仲間として一緒にこう仕事し続けたいなっていうふうになんか思ったっていうのを、ね、まあ、そうですね、こういう関係をお客さんと築きたいなっていうふうに思ったのが、まあ、一つ目ですね、はいはい、で、まあ、そのためにやっぱり準備するのに、まあ、その時はまあ、40だったんですけど、はい、もう今からやらないともう間に合わないんじゃないか、うん、で、実際会社を辞める方とか見てて、はい、まあ、もう60歳ぐらいになって、まあ、皆さん定年で辞められるじゃないですか、はい、その時にやっぱりもう今度は会社がね、はい、もう60なんでさよならっていう言うじゃないですか、うん、あ、そうですね、はいはい、それ見てて、うん、いや、そういう感じで仕事終わるの悲しいな、うん、やっぱり一緒に関係ある人と長く仕事をし続けるような、はい、うん、お年齢関係なく長く続けたいなと思って、あ、
はい、っていうのが2つの理由で。なるほど、はい、どちらもやっぱりその人というのがすごくキーになってこられてたんですね。そうですね、うん、はい、人が人との向き合いみたいなのはすごく、なるほどですね、はい、自分の中で大切ですね。なるほどですね、はい、まあ、そういう強いモチベーションのもと独立をされたわけなんですけれども、うん、いよいよこちらが、今現在の、同志という会社の、はいはい、これ同志っていうのはどういう意味なんですか。はい、理由は3つありまして、はい、まず1つは、はい、まあ、さっきの長くお付き合いする仲間と一緒に働きたいみたいな、だから仲間の同志ですか。そうそうそうですね、そういうことなんですね、うん、それが1つ目で、はいはい、で僕らは、まあ、ブランディングの会社なので、まあ、お客様の、商品とかサービスがどういうふうにその先の消費者の方に選ばれるかっていうお手伝いをしているんですけど、はい、そのクライアント様とその先の消費者が、うん、まあ、友達同士のようなそういう関係で、はい、で、まあ、長くずっと一緒にこう、はい、暮らしていくというか生活をしていく、はい、そういう友達同士のような関係性を作りたいっていうのが、まあ、2つ目の理由で、はいはい、まあ、そのための動き方としては、はい、まあ、本当にイベントやったりとか、まあ、グラフィック広告やったりとか、まあ、映像やったりとか、もうやり方はいろんな動き方をしますよっていう意味での、はい、まあ、動詞の動詞、動詞、はい、あー、はい、バーブですね。そうですね、はい、の3つの意味を込めて、うん、動詞っていうふうにしたんです。そうなんですよね、はい、でも最近なんですけど、はい、どうしよっかの同志ですかって言われまして、どうしよっかのえ、どういうことですか。なんか、結構僕らいろいろこう形にはまらずいろんな解決策を出していろいろサポートをしてたら、なんか、あ、そっか、じゃあどうしよっかって思った時に声かけさせてもらったらいいですねみたいな感じで、なるほど、はい、なるほど、4つ目のそうそうそう、同志が生まれた、ね、なるほど、あ、はい、じゃあどうしようか分かんなくなったらとにかく清水社長のところに相談に行ったら、そうですね、どうし、どうかしてくれるっていう、そうそうそう、そんな感じでなので本当にまあ、ブランディング会社でブランディングが中心ではあるんですけれども、はい、本当に例えばこんなサービス始めたいんだけどどうしてみようかなとか、社員が最近ちょっとモチベーション低そうなんだけどどうしたらいいかなとか、本当になんかどうしようかって思った時にちょっと相談乗ってもらえないかなっていう方がすごく増えてきて、そうなん、頼りにされてらっしゃるんですね。いや、ありがとうございます。なんかそれはそれでね、なんかまあ、本当に仲間が増えてきた感じで、一緒に自分が一緒に生きる仲間が増えてきた感じで、まさに同志ですね。楽しくなって、なるほどですね、楽しく仕事しています。へこれでも独立された時ってかなり勇気もいったと思うんですけども、はい、最初ってやっぱり どういった動きから始められたんですか。最初はですね、はい、まあ、本当に広告というか、まあ、ブランディングとかそういう部分でのスキルはもう13年その業界でやっていて、はい、ね、うん、でクリエイティブもやって、はい、まあ、営業という形で全部戦略もやって、はい、メディアも手配も自分でやってみたいなことをやってきてたので、はい、まあ、スキル的にはまあ、そうですね、自信があったんです、うん、で、そういう形で辞めたんで、まあ、はい、一緒にお仕事しませんかって、その前の会社の時に、はい、一緒にお付き合いをしていた、はい、まあ、お仕事をお願いしていた会社さんですとか、はい、まあ、仲間の会社さんとか、あと、はい、競合っていう代理店の方々に声掛けをして、はい、なんか仕事を一緒にやりましょうよみたいな形で、はい、まあ、お話はしていってはいたんですけど、はいはい、それってあれなんですか、その代理店をいわゆる出られた方っていうのは、うん、そのお付き合いがあった人とその、まあ、要は連絡取り合ったらダメだよみたいな業界ルールみたいなものはなかった、まあ、そんなないですね。例えば、クライアントさん、お客様だったところに、はい、連絡いきなりしてそのお客さんを取ってっちゃうとか、はい、そんなのはさすがに怒られるし、ね、それは問題になりますけど、ということは協業他社というか、はい、それはもう仲の、まあ、良さそう、いい方と一緒に仕事 し始めることができるようになったよって言って、いろいろ声かけてやってましたね。でそして最初の、お客様というか、はい、これが起爆剤になったっていう、はい、そうですね、はい、一番最初は本当に、なかなか、まあ、そこそこ大きな国代理店いたんで、はい、辞めて大きな会社さんが僕に仕事をくれることもないみたいなのもあったし、はい、クライアントさん持っていくこともしなかったので、はい、なかなかお客さんつかなかったんですけど、うん、まあ
まあ、あるですね、はい、一緒に働いてた会社さんが、はい、あのお菓子の丸重さんっていうお菓子会社さんが、丸重さん、はい、新しいお菓子の商品ブランドを作りたいよっていうふうに言っていると、はい、なのでちょっとそのプロジェクトに一緒に入ってもらえませんか、はい、っていう形で、はい、お菓子のブランディングをされた、あ、そうです、お菓子、お菓子の商品ブランドを新しく立ち上げるっていう形でした、はい、あの大阪の、はい、新しいお土産ブランドを、お土産商品ブランドを立ち上げる、はそういうプロジェクトに、はい、で、まあプロジェクトマネージャー、ブランディングとマネージャーとして、はい、入らせてもらったっていうのが、なるほどです、なるほどです、はい、でこちらは、ね、丸重さんというのはあのショップさんなんですよね、あ、そうですね、お店さんなんですね、うん、そのプライベートブランドのオリジナル商品を、ブランディングして、はい、でこれはあのそのショップさんで売るためだけではなかった、ショップにで売るというよりもむしろ、はい、あの新大阪駅とか、まあ関空とか、はい、神戸、伊丹空港とか、はい、そういうお土産ショップで出すための商品を作ろうっていう、あ、そういう、そっちがメインですね、はい、でこちらがすごく大好評を博されたということだったんですけども、そうなんですよ、クラウドファンディングやクラウドファンディングを、はいはい、あと、まあ、あのインスタグラムのプロモーションやったりとか、うん、はい、あのPR ニュースを出したりとか、まあ、そんなことをやってはいたんですけれども、なるほど、そしたらそのクラウドファンディングのページを見ていただいた、はい、まあ、あの地方の百貨店のバイヤーさんからご連絡来たりとか、はい、あとあの阪急百貨店さんからお声掛けいただいて、はい、催事やりませんかということで、丸重さん、うん、初の阪急百貨店での催事みたいな、あ、なるほど、で大成功ですよ、ね、はい、あと、セヤネンとかそういう、こう、うん、あの関西のですね、はい、まあ、あのテレビ、有名なテレビさんから取材の依頼があって取材出たりとか、すごい、そういうようなことがありまして、なるほど、はい、結構あの、まあ、お客様にも喜んでいただいたし、うん、っていうところが、そういったプロデュース力、はい、その、まあ、展開力、そういったものが要は注目を集めていろんなところがこう話題としてそうですね、うん、なっていったという、うん、はい、まあ、これがまあ好評を博してもいろんなところからお手伝いをしてほしい、お手伝いしてほしいっていうことでお声がかかって、まあまあそんないろんなとこ払ってことではないですけどまあでもそれがきっかけとなって、ね、あのご紹介生まれたりとかお声がけいただいたりして、そして今取り組まれているのがこちらの弁理士法人さん、あ、はい、そうですね、はい、これはグッズ関係になりますかね、あ、グッズといいますか、まあ、はい、個人事務所で10年間やられてきた弁理士法人さんが、はい、弁理士事務所さんがですね、はい、まあ、10年を機に、はい、そして、まあ、あの書院さんもいるんですけれども、うん、皆さんが成長してきたっていうのもあって、はい、あの、まあ、新しく法人化して、うん、さらにパワーアップしていこうっていうことがあって、うん、その立ち上げに当たって、うん、まあ、お手伝いいただけないかというお声掛けいただいて、はい、でこの法人名ですとか、はい、法人ロゴですとかを社名から、そうです、そうです、そうです、一緒に作らせていただいて、その他も今、まあ、出てる形で名刺作ったりですとか、うん、まあ、案内を作ったりですとか、うん、はい、そのような各種ですね、なるほどですね、ブランドイメージをもう、はい、要はバチッと作られるそうですね、なるほどですね、はい、いやもうお聞きしたい話がいっぱいあるんですけれども、はい、ちょっと時間の方が迫ってまいりましたので、はい、一旦この辺りで CM 行かせていただきたいと思います、はい、こちらご覧ください。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生機、現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。本日は株式会社同志代表取締役の清水明美社長にお越しいただいております。社長引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こ
ここからは話題が変わりまして、はい、仕事の流儀カキーンということで、社長の仕事の流儀教えていただきたいんですけれども、はい、お願いいたします。まあ、仕事の流儀といいますか、はい、まあ、スタイルとしましては、はい、一生一緒に仕事を楽しむ仲間を作るっていう、社長らしいですね、本当ありがとうございます。そういうスタイルで、はい、人と向き合ってるっていうのが、まあ、流儀といいますかスタイルですね。なるほどですね、はい、本当に長くお付き合いをしていく。そうですね、しかも楽しまないと本当そうですね、はい、気持ちよく生きられないということで、はい、そういう向き合いを、ね、はい、大切にしてます、はい、ありがとうございます。そして引き続きまして、はい、座右の銘、うん、ということで、はい、座右の銘教えていただけませんでしょうか。はい、こちらですね、まあ、はい、座右の銘といいますか、僕の好きなキャッチコピー、キャッチコピー、はい、なんです、はいはい、これ出世するより成功する方が偉いって書いてある。出世するより成功する方が偉い、はいはい、って書いてるんですけど、これ、はい、ガテンのですね、はい、表紙になったキャッチコピーで、まあ、有名なコピーライターの前田智美さんという方が書いたコピーなんですけれども、はい、僕はこれ20、まあ、その3、4の時の、はい、一つ目の会社でですね、自分の働き方どうだろうこうだろうって悩んでた時に出会ったコピーでして、あ、はい、まあ、会社の中で出世というのを目標とするんではなくて、まあ、自分なりのこう成功っていうのをこう定義づけて、それを手に入れるために生きていくっていう生き方っていいよねっていうので、あ、そういう生き方していこうっていうふうに、自分の生き方をですね変えていただくもらうきっかけになった言葉で、今の生き方になって、そうですね、なるほど、でこの言葉に出会ったから特にコピーライターになりたいっていう、こういうような気づきを人に伝えられるような仕事したいみたいなのがあって、なるほど、はい、この言葉をずっと思いながらですね、はい、生きられてるということなんですね。いや、ありがとうございます、はい、そして最後になってしまったんですけれども、はい、視聴者の皆さんに向かって、はい、ちょっと応援のメッセージ、はい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 、一言いただけませんでしょうか、はい、こちらのカメラに向かってお願いいたします。あ、はい、まあ、起業するっていうことはですね、結構すごく、まあ、不安だったりとかもう付きまとうと思うんですけれども、まあ、僕の場合はですね、ある方に起業したら、まあ、自分が本当にお付き合いしたいお客様と長くお付き合いすることができるんだよ、あなたのことが本当に好きって言ってくれるお客様だけがあなたの、お客さんになってくれるんだよっていう言葉をもらって、その言葉にですねすごくワクワクして起業したっていう経緯があります。なので、で実際ですね、今本当に仕事をする仲間が増えてきて、もう毎日毎日どんどん幸せに楽しくなっています。なので、もう起業するとそういうこともあるんだよっていうことで、結構その仲間作りみたいな気持ちでですね、ぜひ勇気を振り絞ってえいと出てもらったら嬉しいなと思います。ありがとうございます。本日は株式会社同志代表取締役の清水明道社長にお越しいただきました、はい、社長ありがとうございました。ありがとうございました。